アンネリース・スクッパーは、ドイツのソプラノ歌手、シモシレジアのグラッツの生まれ、ブレスラウ大学で音楽学と教育学を専攻し、1926年からブレスラウのウルスラ海修道院学校の音楽講師として働く。その傍らで、ヘイト・ビヒ・シュミッツ・シュベイカーに声楽を学んだ。1935年に、ブレスラウの歌劇場において、モーツァルトの魔キで、 第2の同時役で初舞台を踏んだ。1936年からシュベリーン、1938年からバイマル、1940年からハンブルクの各歌劇場を渡り歩き、1946年から1966年までバイエルン国立歌劇場で活躍した。1944年にはバイロイト音楽祭でワーグナーの ニュルンベルクのマイスタージンガーのエファ役で出演し、1960年にもローエングリンのエルザ役で出演している。客演も多くこなし、1942年にはストックホルム王立劇場、1943年にはブルガリアのソフィア歌劇場、1950年と1952年にはザルツブルク音楽祭。 1951年と1953年にはコベントガーデン王立歌劇場、1953年にはパリオペラザ、1954年にはローマ歌劇場、1958年にはバルセロナのリセウ大劇場とウィーン国立歌劇場にそれぞれ客演している。1956年からはミュンヘン音楽大学で教鞭を取り、カールスルーエン音楽大学でも教えた。 ミュンヘンキンコーハールにて死去した。http コロンスラッシュスラッシュ www.bach-can-tes.com スラッシュ b オ o スラッシュ k u p p e r a n n e l i e s h t m ありがとうございます。